はい田中正造を朗読する15分を始めたいと思います。はいえっ、ー、とですね、今日はちょうど新しいところに入るわけなんですが、ちょっと間の出来事を紹介しがてらですね、田中正造さんの文章からちょっとは離れたものを読みたいかなと思っております。 はい、えー、でですね、どういうことかと言いますと、えー、まずこの、えー、時期ですね、4月21日、えー、栃木県足利の、えー、友愛議団ですね、これね、が、えー、内村勘造、木下直江、岩本善治を招き、えー、講演会を催すと。で、えー、4月22日、内村勘造が、 初めて、え、読独地を訪れる。そして、まあ、木下直江も同行するということです。で、え、この内村勘蔵っていう人がですね、まあ、あの、登場してきたということです。で、え、この岩波のですね、日本史辞典から、この内村勘蔵の、この、え、途中からなんですけども、まあ、この時期からの、 えー、出来事についてちょっと説明したいと思います。まず足を高読反対運動に取り組み。えー、ということになります。これからね。で、黒い悪い子、高徳修正らと理想団を結成、社会改良に志すということです。まあ、で、孔徳収水もですね、あの、この後、えー、田中さんとの、えー、間で、まあ、あの、大きな え、出来事がありますが、まあ、あの、社会主義者になっていくわけですよね。で、ですから、このキリスト教とですね、この社会主義っていうのが、足を、え、読事件を介してですね、え、つながるというところですよね、ここね、重要な感じがしますね。え、キリスト教と、 えっとですね、社会主義者。まあ、使用、ええー、行動繰り知見、して、つながる。で、これは、あの、キリスト教社会主義っていうね、あのー、立場もですね、まあはっきりと出てきたりします。はい。で、えぇ、ー、で、彼は日露戦争が起きると、非戦論を貫き、ま、あ戦わないと。 えー、主戦論の、えー、シロですかね、これね。ちょっと、えー、主戦論の何かが、すいません。えー、主戦論の、えー、社と、あ、この前のところですかね。あのー、えー、社が、あの、多分新聞社でしょうね。えー、このヨロ、よろず情報、えー、に、まあ、あのー、 客員でですね、入ってるということがありますから、おそらくこれ新聞社のことだと思います。あの、ヨロズ調を、えー、確保して、えー、ヨロズ調書いておきましょう。はい。で、それを対立して、ま、あ辞職したと。以後、キリスト、再臨待望運動、自宅での聖書、研究会など、 伝道著述活動に専念するということなんですねで。聖書にのみ基づく福音を徹底した無教会主義を唱え、信仰と天皇制国家に対する鋭い緊張を学んだ二つの J, ジ e s u とジャパンを愛したということなんですが、私はですね、結構この内村勘造と田中正造との間にはですね、 共通点があるような感じがしますが、一般的には、あの、この後、田中正造さんとは、えー、これ仲が悪くなっていくという、えー、話もあるんですけどね。はい。まあ、それはちょっと、えー、置いといてって感じですかね。<laughs> で、えー、ちょっとこの前に書いてあることで、あの、重要なところを、あの、載せますと、 1877年に札幌農学校に入学してるんですね。そして、えー、ここがです。これですかね。81年、1881年卒業後、開拓士で農商務省に勤務ということです。で、ここが結構大事ですよね。 えつまり、えー、内村肝臓という方はですね、あの農業に詳しかったということです。で、農商務省にも勤めていた。で、そこで足を購読、えー、事件に出くわしたわけです。はい。で、この、えー、内村肝臓のですね、購、えー、読地、純勇気のその3とその4を読みたい、ちょっと読みたいと思います。で、その1とその2はあまり 読んでもしょうがないかなっていうか、この足利でのですね、ええー、まあなんていうか、あの講演会が、まあとにかく芝居小屋でやったということで、あまりそのなんか、いい気分にならなかったと。まあそういう話が、あの、出てます。でそこはちょっと飛ばしましょう。はい。で、ええー、こちらの画面に切り替えまして、 はい。で、私のですね、Kindle ってやつですが、えー、これをちょっとね、紹介したいと思います。まあ、あのー、これはだから、目次、目次はまあ,あれですかね。えー、何もないですね。はい。まあ、その3から読みたいと思います。えー、劇場演説を終えて、はい。で、これがですね、この足利での講演会。まあ、これは劇場で行われたこと ですね、えー。を終えて、私が足利地方にいられる時間は、わずか半日を残すだけであった。私は、22日の夕刻までには、ぜひとも東京の京橋、弓町にある、えー、長報社において、2、3名の社友と会わなければいけならない、えー、ならない義務があった。そこで私は、どうやって最も有益にこの半日を過ごそうかと考えた。 戸籍を尋ねるか、工業を視察するか、あるいは友人を訪問するか、けれども、貴重な半日を二三のことに分配することができない。はい。ちょっと飛ばしますね。よろず情報者。の、えー、説明です。私の目は、すでに、足利町の背後にある、折姫山の頂から、渡らせ川を望んだ、あ、私の目です、目、マナコですかね。 そして、えー、渡らせ側を目にして、公読の被害値を連想しないとしたら、そんなものは日本人であって、日本人ではない。はい。この日本人っていう言葉がね、出てくる。で、えーえー、おの、すいません、ちょっとこれがですね、ちゃんと調べてるの。ごめんなさい、おの、なんていう、ウィキペディアでちょっと検索。 えー、はい。この方の名前は、尾野の高村ですかね。で平安時代、初期の、えー、苦行ということですね。この人と足利が何か,か、古今和歌集とか、このあたりで関係があるということでしょうかね。はい。足利学校ですかね。えー、あ、この尾野の高村が、 創建したという、あの、伝説があるということですね。はい。まあ、この程度、でした。で、小、えー、野坂村の実績は古代史に属するものだ。これは帝国大学あたりの専門歴史学者に任せておいてもよい。工業の視察については、えー、古川一兵衛氏に足尾道山の採掘を許し、かつ、今日に至るまで彼を保護してきた、農商務省と、 その無数の管理がいて、私が巡査としたところで工業化の利益になることは何もないだろう。はい。ちなみにこの工業という字は、あの、普通の、あの、工作の工ですね。えーです、です。私は農学を習得したものであり、雑誌記者であり、新聞記者である。すなわち、私が最も深く関係するのは、現代と農民とである。自分には、 足利学校とか、ええー、これもですね、お寺の名前ですね。すみません。ちょっと、これぐらい、なんか現代語訳なんて言わんしてると <laughs> いうことがありますが、ばんなじですね。これ足利にある、えー、新婚衆大日派の本山になります。はい。こんなところですね。えー、ばんなじを見る必要は、 ない。工業の視察は今しなくても差し支えはない。自分は被害に遭った農民を見舞いに行こう。21日の夕刻、苦しい劇場演説を終えた後で、私はそう決心した。そして、毎日新聞社の木下氏も、私と同じ決心をされ。はい。この木下直江ですね。え UI、ー、議団幹事の原田沙田氏。 はい。で、この方は、田中正造の、えー、いっ個ですね。が、私たちと同行すると約束してくれたので、私は、明日の田んぼ歩きを夢見ながら、安い宿で眠りについた。22日、朝早く起きて、天候を見ると、雲が低く、雨が降りそうである。けれども、悲惨のありたまを見るときには、 悪天候が帰って駅することもあるかと思って、一番列車に乗って、富田駅で降車して、そこで被害地の状況に精通した沢野町の山田智次郎氏、ね。はい。の出迎えを受け、もうなんか、もう着々と、この、なんていうか、高読人脈というか、田中正道人脈というかね、まあ、その中にこう、 入ってきてるって感じですね。はい。で、えー、山田と次郎氏の出迎えを受け、私たち三人は彼の後について行った。その時、小雨がすでに降り始めていたので、木下くんは、えー、これですね。はい。まあ、むしろですかね。はい。 むしろ一枚を身にまとって杖をつき道りを履いていて、一見すると被害民の一人のようないてたちで、雨の中を歩まれた。はい。で、これもうすでにですね、木下さんは、やっぱり孔読のですね、まあ、被害地に、あの、いて、まあ、いろいろとこう書いたりしているんですよね。で、どこか、まあ、あの、現地の人に、 同一化している部分もあるかもしれません。で、こうして雨に降られながら一里余り進むと私たちはいわゆる被害激甚地に入った。それではその状況はどうであったか。百文は一見にしかず、私は農学を治めてから今まで20年以上になるが、これまで特に農学を習得して役に立ったと感じたことはなかった。けれども、この日ばかりは 私にとって農学が大いに役立った。もし私が土壌学を学んでいなかったならば、私も多くの被害地巡視者と同様に、被害の激怒がどれほどのものか思い至ることはなかったであろう。はい。ですからこれは、えー、内村さんはですね、この被害地を見て、その土壌の様子を見て、 まあこれは大変なことだというふうに気づいたということです。はい。で、渡瀬川沿岸の地は、エジプトのナイル川沿岸の地のようなものだ。すなわち、最も肥沃な中石層であって、天下にこれほど優れた土壌はあり得ない。これは近郊、銀行にも勝る方向である宝の王山ですね。金銀宝石こそ出ないとしても、 勤勉な農夫の手に委ねて、人為的妨害を加えなければ、数千年を経たとしても、良好な国類を産出してやまない、無人蔵の宝庫なのである。はい。これなかなかね、あの、これまで、田、えっと、中正造の文章を読んできた我々は、まあ、な、なんか同じようなこと言ってるなっていう、えー、感じですね。 まあ、あのー、だから分かる人には分かるっていう感じ。あるいは、ええー、まあなんか、この共通するものがあるということですかね。でその4、ええー、と、言いたいとこ、行きたいところなんですが、15分経ってしまいました。ね、ぴったり、その3が終わったので、その4も同じぐらいのあれなんですけど、まあ、ちょっとここ、ここで一旦切りましょうね。 やっぱりね。はい。というわけで、えー、ちょっと、えー、元の、えー、田中正造さんの、こっちの文章に読んで、えー、その3まで、えー、読んだ、というところで、えー、その絵はまたちょっと、えー、明日読んでから、それから、あの、他のこと,とちょっと、あの、話をして、 えー、次に進みたいと思います。はい。えー、今日は、えー、これで終わりにします。